マールスであるらしく、また、マーメルスとも呼ばれていた。ギリシア神話のアレースと同一視され、軍神として、グラディウースという衣装でも呼ばれる。しかし、薬病神のように思われて全く良い神話のない、アレースに対し、マールスは勇敢な戦士、青年の理想像として慕われ、主神並みに厚く崇拝された重要な神である。聖獣は狼、聖鳥はキツツキである。 サンドロボッティチェッリ作、ビーナスとマルスマールスは、他のローマ神話のどの神とも違い、ローマ建国時にすでにローマにいた神であった。3月の神であるのも、気候が良くなり、軍隊を動かす季節と一致する。また、これが、濃厚の始まる季節に一致している。当時のローマ歴は、新年は、農耕の始まる3月に置かれた。主神と同様に扱われたために、 ローマ建設者とされる初代ロームルス王の父親という伝承まで残されている。旧来の学説では、ローマ人が農耕民族であったため、マールスももともとは農耕神で、イサムイサムに戦い領地を増やしたロームルス王と像が重なり、後に軍神としても祀られるようになったと考えられていた。また、元は地下神であったため、地下に眠る死者との関連付けから、 軍神モートになったとする説もあった。しかし現在では、インドヨーロッパ語族比較神話学の進歩により、マールスは本来軍神であり、三機能イデオロギーの第二機能を担っていたと考えられている。しかし、マールスの名前は、インドヨーロッパ語族とは関係のない、エトルリア人に崇拝された神、マリスを原型としている。マールスからは、マルクス、マルケッルス、マリウス、 マルティヌスといったローマ人名が派生し、それらをヨーロッパ覚悟にアレンジした人名が使われている。マールスは天体の火星とも同一視されている。ルーブル美術館所像の彫刻、ボルゲーゼのアレスは美術分野でデッサンによく使われる石膏像に取り上げられており、本来ならアレースであるところをマルスと呼ばれて親しまれている。スペイン語では火曜日を マーテスと呼ぶが、本来は、軍神マルスの日を意味する語である。また、マールスは、男性の武勇や闘争心を表す日喩として、用いられたり、軍神の代名詞として用いられることも多い。ウェノスが、愛、女性を象徴するのに対して、マールスは、武勇、男性、火星の象徴として用いられることも多い。性別記号で、男性は、と表記されるが、本来は、 マールスを意味する記号である。ありがとうございます。